重力式、コンクリートダム部と、その直下の44電発電所44電ダムは、岩手県盛岡市上田浅松屋敷、一級河川、北上川本川上流部に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する特定多目的ダムで、北上川上流改定改修計画に基づいて、計画された北上川古代ダムの第4番手として、 東北地方最大のタイが北上川本流に建設された唯一のダムでもある。筒み高50.0メートル形式は重力式コンクリートダムとアースダムが複合したコンバインダムである。北上川の治水と水力発電を目的に建設された。ダム湖は南部辺富士湖と呼ばれる。1941年の 北上川上流改修計画による多瀬ダム建設に橋を発する北上川総合開発は戦後1947年の石淵ダム建設で再開された。1949年には経済安定本部の諮問機関河川調査会の発案による河川海底改修計画を受け北上川もかすりーん台風。 アイオン台風における出水を参考とした北上川上流海底改修計画が定められ、さらに1954年、国土総合開発法によって北上川流域は北上特定地域総合開発計画事業の指定を受け、上流から下流まで全域で河川総合開発が強力に推進された。この総合開発の一環として、北上川水系に5つのダムを建設する、 北上川古代ダム計画が北上川総合開発事業の中核事業として計画された。44電ダムは第4番目として着手された。当初は上流の同市渋谷地点にダム建設は計画されていたが貯水容量や水没物件の点に問題があったため現在の44電磁点に変更になった経緯がある。形式は重力式。 コンクリートダムであるが、両岸の岩盤が弱いために、両岸脇をアースダムとして施工し中央を重力式としたため、結果としてコンバインダムとなっている。コンバインダムは、全国的に見ても、北上川水系に多く、44電ダムの他は、五所ダム、石羽ダム、衣川二号ダムがある。建設当時の北上川は、上流の松尾鉱山からの港内水、移用によって、 強酸性の下水が流れており、ダムサイトにおける pH は4.0であった。したがって、河川工作物も,も酸性水に耐えるための材質が絶対条件であり、建設に使うコンクリートは酸性水に耐えられるフライアッシュセメントを使用。また放流により収支下水にさらされるコシリューブ、同流部はタールエポキシ樹脂系の塗料を使い酸に耐える対策を施した。 さらに水門については、通常の鉱材ではなく耐酸性に優れた、ステンレス、ステンレスクラット鉱を使用し協賛に対処した。目的は、ダム地点における、計画鉱水流量毎秒1350トンを、毎秒700トンへ低減させる、洪水調節、および、岩手県企業局が管理する44電、発電所による、認可出力15100キロワットの、 水力発電である。このほか酸性水を軽減させる機能を有しており、鉱山からの毒水も減ったことから近年では農業用水に使用できるまで北上川の水質は改善されている。ダム岩の森岡市下栗屋ア川座44、電池区には北上川5大ダムを総合的に管理する北上川ダム統合管理事務所があり。 北上川水系に建設されている他の4ダムを一括して統合管理しており、北上川地水の中枢として重要な役割を担っている。南部編富士湖ダム湖は南部編富士湖と呼ばれるが、これは通称南部編富士と呼ばれる岩手山を正面に見ることができるため、1969年に森岡市観光協会が命名した。盛岡市街地から北へ、 約6キロメートルの位置にあり、市民の憩いの場ともなっている。ダム天場から湖側を望むと、完全には、岩手山の有志を望むことができ、晴天の日には、特に見事な眺望を見せる。また、ダムより北へ進むと、かつてのダム予定地であった渋谷に至る。石川卓木書園の地として有名である。ダムへは、JR 東北新幹線、森岡駅、または、 IGR 岩手銀河鉄道、栗谷川駅下車。車で行く場合は、東北自動車道、森岡インターチェンジより国道46号を通信、その後県道2 2十号国道4号を渋谷方面へ北進し、バラ島湖線京南のハーフインターチェンジを44、電方面へ走行し、その後右折する。森岡市上田四丁目十字路より、森岡市道上田深沢線を、 松園ニュータウン方面へ進み、手前の東、黒岩十字路を右折するルートや、滝沢インターチェンジより、岩手県立大学前を経由し、前日の IGR 線と並行する市村道に至るルートもある。なお、ダムサイト両端には、車止めが設置されており、ダム上は歩行者と自転車の未通行可能。ありがとうございます。